はい、どうも皆さん、四季島と申します。というわけで今回はコメントリクエストでいただきました FG42 を使っていきたいと思います。うーす、コメントリクエストありがとうございます。はい、というわけで今回はノルマンディキャンペーンでドイツ軍を使いつつ FG42 を使っていくわけなんですが、まあね、基本的な性能はかなり高いですか、セミオートでもフルオートでもどっちでも撃てるんですが、まあセミオートマチックライフルとして考えてもね、弾倉が20発弾倉ということもあってやっぱり強いかなって思いますね。まあただフルオートの場合だと結構ね、反動が強烈なので、やっぱりどうしてもセミオートマチックライフルとして使っていった方がいいかなと思いますので、今回はちょっとセミオートで使っていきますね。ただですね、実はこの FG42 って性能表には書かれてない部分でちょっと弱体化されてきた歴史があるんですよ。当選者やばいか、やっぱり、ね、性能表には書かれてない部分でちょっとね、かなり弱体化されてきた歴史がありまして、それがですね、命中精度です。そう、命中精度かなり悪いんですよ。まあ命中精度が悪いといったところで、まあ中距離くらいだったらまあ問題ないかなっていうぐらいなんですが、まあ長距離はちょっと無理ですね。ほんと命中精度悪いので、なのでまあできれば近距離から中距離を意識した立ち回りが大事という話ですが、あーちょっとすんだよな、来てる、はい強い、こんな感じですね。打ち心地としてはかなり軽いですか、ね、やばい。それでいて装填弾数20発の弾倉なんで、かなり安定した強さを発揮できますね。そう、近距離から中距離だったね。とはい強いね。おっと、側面来るか、よし、まだ来ません、ね、連射速度速いでしょ、ね、セミオートマチックでね、かなりマウスをね、クリック、ね、カチカチしてるんですけれども、かなり速いんですよ、ね。まあ、それはそうですよ。普通のセミオートマチックライフルのね、連射速度の2倍以上あるわけですから、そりゃ速いですよっていう話ですけどね。なので、まあ、オートで使ってもいいんですけれども、セミオートでもね、全然戦えるということで、まあ、基本セミオートでいいかなっていうところがあります。やってないな。この上、くらえです。じゃあまあ後でちょっと、フルオートで使ってみますか。後でちょっとフルオートで使ってみるんですけれども、まあ基本的に FG42 のフルオートはまあ軽機関銃みたいな扱いですね。ほんとかなりね、反動強いんですよ FG42 の反動って。今使ってる MG42 の方が、ね、よっぽど軽いよって思ってしまうくらい反動強いのでね。なのでそのあたりはちょっと気をつけたいところではあるんですが、よし、いいですね。はい、じゃあちょっとね、 FG42 の、フルオートの方で使ってみたいと思います。まあ実はですね、この FG42 ってバイポッドがついてますので、バイポッド立ててね、伏せ打ちですか、そういったのも強いっちゃ強いんですけれども、とかなり勇気のある戦車が来た。しかし私のスコアにやる、おいいですわ、ギャー、やったやった、よし。さてどうしようかな、この辺りでね、なにもう来てる、まだいるでしょ、一人ってわけないよな、一人ってわけ、あ、やっぱりいた、一人というわけはない、くらい、よっしゃ、あ、めっちゃ来てる、やばいか。まあフロート、今のがねフロートです。やっぱりかなり跳ねますね。フロートで撃った場合、かなり強烈な右斜め上ですね、右斜め上の反動がかかるので、と重機関銃使われちゃってるね。右斜め上のね、強烈な反動があるので、かなり使いづらいっちゃ使いづらいんですよ。来てるよね、分かってた。さて重機関銃作られちゃってますが、さてどうしたものか、違う、あ、やった、よし。やりましたね。まあ、フルオートで使ってね、まあ、弱いってことはないんですが、まあ、やっぱり使いづらいな。こうやって軽機関銃よりもかなりね、上に向かって跳ねるので、ちょっと使いづらいっちゃ使いづらいんですよね。なんで、全然ね、セミオートマチックでもいいんじゃなかろうかと思うんですが、当たらん、くそ、ダメか。
まあ本当にね、フルオートで使うんだったら弾薬箱の支援は必須ですね。ただ本当に当たればね、近距離とかだったら相手はね本当に瞬間的に溶けるので、そのあたりは強いんですけどね、やっぱり右斜め上に跳ねるのでちょっと厳しいんですよね。あ、こういう時は強いな、こういう時は強いですね。なので本当にまあ使うんだったらセミオートでもいいんですけれども、まあ、フルオートでもワンチャンいいかもね今使っててちょっと思ったんですけど、フルオートでもかなり強いかなって今ちょっと見直し始めてますが、この距離はさすがになるな、この距離はさすがに思いっきり跳ねるのでね、難しいな。まあそんな感じで、ね、紹介してきたゲウェア4じゃない FG42 ですけど、まあ別にねゲウェア43でも全く問題はないんですよ。こんな感じでね、ダメージですか、フルカスタムした場合のダメージはゲウェア43の方が高いので、中距離から長距離の場合だとこっちの方が強いんですよね、ゲウェア43の方がね。本当もう FG42 ってまあ本当に見かけなくなった、あ、完全に見かけなくなったというわけではないんですけど、一時期と比べるとね、本当まあ使ってる人はだいぶ少なくなりましたね。一時期本当ね FG42 が一番強かった時期なんかは、ね、みんな使ってましたからね。その頃に比べるとまあ使用率はだいぶ下がったかなっていうような FG42 なんですが、ガガガガガガー、なんとかなったかな、よしやったっぽい、ね、まあそうですね、ゲウェア43を持っていくかそれとも FG42 を持っていくかに関してはまあ本当にお好み次第ですね。まあどっちも強いですからね。はい、 OK、 よし、じゃあもう一戦やっていきます。というわけなんですが、さてちょっとね結構相手のゴズメを叩きますか。結構いる、良くない良くない、これは良くない、ダメだよまあ今のはちょっと良くないんですが、ちょっと待ってくださいよ。さて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 、 FG40 にはやっぱり接近戦ですか、近距離戦が強いんですよね。やっぱり段数に物を言わせてね、ガンガンやっていくのがいいと思うんですが、入れない、入れないんだったらしょうがない。この辺りで相手のゴズメを叩きますか。はい、よし、だーそう、ダメか、あー戦車の音がしますね。かなり突っ込んでくるっぽい、かなり突っ込んできますね。側面取れるのでは、取れた、はい、 OK、カーラーのとどめ、はい、よし、さてどうしようかな、入ってしまってもいいんですか、側面いるっぽいで、まだいますよね。じゃあ一回ちょっと入りますか、うーす、お邪魔します、うーす、お邪魔します、ちょっといる、はい、なんとかなった、取れてるんだったらいいんじゃなかろうか、ダークソ、今のは単純に私のエイムが悪かっただけですね。はい、なんとかあった、よし、いいんじゃなかろうか。かなり前の話なんですけれども、 FG42 がね全盛期の頃ってマジで理不尽なくらいに強かったんですよ。そう、反動小さくて、で蛍光弾数の方もなんかポーチとか装備させてない状態でも100発超えたんでしたっけ。なので、ね、本当にガンガンねフルオートで戦えちゃってね、それでいて命中精度も悪くないみたいなね、そういう銃がねもうレベル20かそこらで取れてしまったわけですよ、ドイツ側はね。なのでもう全然アメリカ側が勝てなくてっていうような状況があったんですよ。かなり前ですよ、ノルマンディキャンペーンが実装されてしばらくした後ぐらいですからね。なのでまあそこからねだいぶ弱体化の流れがあって、まあ、今の状態になるわけですけども、
まあ、それでも今でもね全然戦えるということはまあ確かなのでっていうところがあるんですけど、まあ、弱体化されてこれですよ。弱体化ね、弱体化されてここまで戦えてしまうということなんで、全盛期がいかに強かったかっていうのが分かりますよね。その煙幕がかなり神がかってますね。ナイスナイスナイス。で入ってしまいたいんですが、あープーマがやるな。側面からも来てる、前からも来てる、やばい。十字砲火を受けている、我々は今十字砲火を受けている。コズメを頼む、救援を求む。よくないですね、これはちょっとよくないですよ。側面からも来てるんだよな、クソ。側面からも来てるんですがちょっと動けないな。ゴズメちょっとゴズメゴズメ救援を、援護を求む、援護を求む。ちょっとこれ立ち上がれないですね、怖い。入ってきてる、どこだ、まあいいや。ちょっとこれ立ち上がれないですね、これ立ち上がった瞬間頭を抜かれる可能性 100% ちょっと頭を上げられないのですが、まあそうですね、あそうそう、ね、今回ねリクエストをもらって FG42 を使ってるんですけれども、結構ねリクエスト皆さんからいただいてるんですよ、ありがとうございます。ただねまだちょっとそのリクエストに応えられていないものがあったりもするので、ね、まだちょっとお待ちください。取れましたね、よし。いや難しいものもあるんですよね、リクエストいただいてね、この辺、ああちょっと、ね、リクエストをいただいてねちょっと難しかったり時間がかかったりするのがあるのね、しばらくお待ちください。そう、例えばね日本の軍刀を使ってくださいっていうね、そうリクエストも結構ないろんな人からもらってるんですけれども、ね、ちょっとね軍刀チャレンジ難しいんですよ。これまでねサーベルチャレンジとか結構やってはいたんですけれども、なんか太平洋キャンペーンだとね軍刀チャレンジ難しくってなかなかね、いい動画撮れなくて、そのあたりはちょっとねもうちょっと時間くださいってなってしまいますね。なんか穴掘ってね、なんか誰か穴掘ってる音がするんですけど、ん穴掘ってますよねあれどっかで穴掘ってる音がするんですけど、気のせいじゃないと思うんですけど、なんか戦車乗ってますよな、あれか、クレイッチ、ね、音やんだな、まあいいや。でそうですね、あとそうゼロ戦か、ゼロ戦のねやつももらってるんですけど、来てるな、来てますね。ちょっとここで待ち伏せ攻撃、クレイッチ、ガーしまった、外した、やばい。この辺、はい、あ危ない、よし、ね、ゼロ戦の方もねチャレンジ、ね、ゼロ戦使ってくださいっていうようなリクエストもいただいてるんですけど、ゼロ戦ほんと難しいんですよ。そう、敵をね見つけても空母まで変えられちゃうんですよ、簡単に。そう空母までね変えられちゃうんですよ、本当に。空母の位置もうちょっとね遠くにしてほしい、出ないとちょっとやりきれない、そうガー難しいんですよね。なのでまあゼロ戦のね動画の方もちょっとお待ちください。あーもう煙煙煙いんですが、失礼しますよ。でそうなんだ、くそ、でしょうがない、取れそうですね、取れてますね、よし。じゃあ外周警戒いきますか、とりあえず爆撃が去ってから来てると思うんですよね、ビーコン作ってないのかな、来てる、はい、よし。あっちがスポーンポイントなのでこの辺りで張っといて、で終わりかなと、まあ、こんな感じでね、とっ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 と、まあ、今回はね FG42 を使ったわけなんですけれども、まあ本当に基本的なね能力が強いですよ、まあ命中精度がね低いということもあって、まあ長距離射撃はまあ苦手かなっていうところはあるんですけれども、はい、勝ちました。
まあ近距離から中距離ですね、近距離から中距離に強いセミオートマチックライフル、もしくはまあ軽機関銃みたいな扱いでいいと思います。 FGA40 ね、これでも弱体化されたんですよまあこれくらいだったらね、まあバランス的にはまあ問題ないかなとは思いますね、うん。まあそうですね、ゲウェア43の方がダメージが良くて長距離戦向きではありますけれども、まあこの辺りに関してはまあ人の好みですね、うん。ボルトアクションライフルもまあ全然強いですから、まあ選択肢としてはね全然ありですよ。ボルトアクション選ぶかゲウェア43選ぶか FG42 を選ぶかってね、まあ選択肢がね多いということはいいかなって思いますね。まあというわけで今回はそんな FG42 を使ったわけなんですけれども、まあ皆さんの方でも興味を持ったら使ってみてください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。